皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回だいぶ久しぶりの YouTube の配信となりました。インスタグラムとかね、ツイッターでは毎日毎日プチレッスンとして15秒の動画を、アップロードし続けてましてですね、今で3月1日、まあ今日が3月1日なんですけど、現在で約250ぐらい、毎日毎日、アップロードし続けてます。そのおかげでですね、この YouTube がおろそかになってましたので、またこれをきっかけに頑張って配信していきたいと思います。で、今回はですね、3年か4年前ぐらいに8ビートの叩き方みたいなレッスン動画を配信させていただいて、まあ、ありがたいことにたくさん再生をいただいてます。で、それの今回はそれの続編としましてですね、8ビートができるようになって、そして、どういうようなこのことを経て曲が叩けるようになるのかというのを、まあ、実際に僕がレッスンで、行っているようなことを、まあ、いくつかの項目に分けて今回はご紹介をさせていただきたいと思います。で、最後に、全ての応用っていうのを、まあ、ちょろっとだけね、曲に合わせてやってみたりしたいと思います。それではこんな感じです。どうぞ。それではエクササイズ1です。エクササイズ1では、8ビートにシンバルを入れてみましょう。どういう時にシンバルを入れるのかというと、まあ、例えば曲の中で A メロからこう B メロに切り替わるという時に、まあ、ちゃんとこう切り替わりましたよという、そのメリハリをつけるための、まあ、一つのこのアクセントとしてシンバルを入れることがあります。なので、まあ、このエクササイズ1ではこの8ビート、まあ、ドンパンドとパンド、1,2,3,4っていうこうリズムの中で、こう1の時に必ずシンバルが入るんですね。なので、このまあ、この一番最初のドンの時にシンバルが入ります。まあ、ドラムを始めたての人がよくあるのが、迷子になってしまうんです。こう他の場所に手が行ったことによって、なんでそういうことが起こるかというと、まあ、シンバルを入れるときにシンバルだけを叩いてしまうんですね。シンバルだけを叩いてしまうと、もう足の位置がなくなってしまうので居場所がわからなくなってしまうんですね。なので、まあ、これさっき言った通りに、こうドンパンドとパンで、この1の時にこうドンってこう入っているので、まあ、足と一緒に必ずシンバルが入れると迷子にならずに済むと思います。続いて、ライトシンバルの方でも叩いてみましょう。ライトシンバルの方は、体ちょっとこっちに向けるといいですね。ロータムぐらい、正面に体がこうロータムと、まあ、ハイタムのちょうど中間ぐらいですかね、にこう来てるぐらいの体の向きで、そのままこっちの方のシンバルを叩いて、8ビートを叩いてみましょう。こっちもそうですね。こっちもシンバルを叩くときに足がしっかりとこう入れると、シンバルが入るときはもう必ず足が一緒に入ると思い込んでもらったらいいと思いますね。今後やっていく中でそればっかりではもちろんないんですが、一番最初の段階としてね、8ビートをこう覚えて、で曲に向かっていく段階としては、シンバルにはもう足が必ず入るというようなことで覚えておくと、こういう8ビートでシンバルを入れるときは便利だと思います。
エクササイズ2、エクササイズ2では8ビートで、シンバルをきっかけにして、このハイハットとライドシンバルをこう入れ替わります。これはどういうような目的で使われるかというと、例えばこう A メロ、B メロはハイハットで8ビートを叩いてて、まあ、こうサビになったらちょっと違う雰囲気で聴かせたいなと思った時に、こういうこのライドシンバルで雰囲気を変えて8ビートを叩いたりします。なのでこれもシンバルをきっかけにして8ビートがこう切り替われるといいですね。一度やってみると、というような感じです。こっちのシンバルって基本的に使い方は一緒なので、どっちを叩いてもらってもいいんですけど、一番最初こう覚えてる段階としては、切り替わる方のシンバルを叩いてもらった方がすんなりスマートに移り変われるかとは思います。なので8ビートハイハットで叩いてもらって、そしてこっちのシンバルで切り替わってもらうとスマートになるんじゃないかと思います。なのでというような感じです。そして、ライドシンバルからハイハットに切り替わるような時も、切り替わりやすいやり方で言うと、おそらくこっちを叩いた方がこっちのハイハットに移り変わりやすいんじゃないかと思います。なので、ライドシンバルから8ビート入って、容量で切り替われるとやりやすいのではないでしょうか。続いてエクササイズ3。エクササイズ3ではフィルと言われるおかずを入れてみましょう。まあ、ちょっとした技のことをドラム用語ではフィルと言ったりとかするんですけど、ここでは2種類のフィルを入れたらいいと思います。まず1つが、こんな感じですね。これはもう手順的にはこうタッと、これって1,2,3,4 の時に入るんですね。この3と4の時に、これは2拍のおかずになるので、3と4の時に入ります。なので、3拍目はこう、4拍目がなので、一息でタントン、
一息で高トンというような感覚でやるとやりやすいと思います。おっ、そして、次の頭がいわばシンバルになるので、とりあえずこのおかず、まあ、フィルを練習するときはタットン、タカトン、ジャーンまでいけるといいと思いますね。そしてこのシンバルをきっかけにして8ビートを入ります。といった感じです。続いて2個目のおかずですね。2個目のフィルが、タカ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 、スネアだけで8発叩きますね。でこれは16分音符と言われている音符が使われてます。16分音符というのが1拍に対して4発の音を鳴らします。おっ、なのでこれもそうですね、こう8発タカ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 っていうような感じよりかはタカ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 、一息で4発、一息で4発、このタの感覚でいけるといいと思います。これもタカ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 ジャーンまでつなげられたら、そこからまた8ビートをつなげていきます。最後はエクササイズ4。エクササイズ4ではエクササイズ3で使ったフィル、これを、一番最初シンバルきっかけで変わる前におかずとして入れます。じゃあやってみると、エクササイズ3で紹介したタットン、タカトン、ジャーンのこの方向ですね。このでこっちに向かったらもうライトシンバルで始まれるし、でタカ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 ジャーンでいったら、こっちでいったらハイハットで始まれるしっていうようなきっかけで、うまいことこう切り替われたらやりやすくなってくると思います。それでは、以上の、全ての項目をもうそのまま、まるでもうそのまま応用したことを、曲に合わせてやってみたいと思います。こんな感じです。どうぞ。
かがだったでしょうか。こんな感じで8ビートっていうのは曲に合わさっていくような感じですね。まあ大体その構成 A メロとか B メロとかサビとかあって、まあ、例えばこう8ビートが乗って、でまあきっかけとしてこうシンバルとかこうフィルとかが入ったりして、でサビになったらちょっと雰囲気が変わってとか、なんかそんな感じの流れで、パターン的にはこう足の数が増えたりとか、左手スネアの数が増えたりとか、まあ、パターン的にはこう難しくなっていって、いろんな曲に応用されたりとかするんですが、根本的なことといえばもうこれが全てだと思います。まあ今回これをきっかけにね、今回はまあ割とオーソドックスな感じですね。オーソドックスな8ビートで基本的と言われるフィルを入れてやってみたんですけど、ちょっとずつ、難しくしていきたいと思いますので、また続編を、次回またレッスン動画として配信させていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。